番元気のマーズだったわ、ね。涙もろですよね。涙タレントだ。豊さん、もう本当俺泣かそうと思ったら簡単だから。じゃあなんかあのプロ野球ニュース一緒にしていただいても誰かが引退する関係を持って皆さんありがとうございましたって言ってもボロボロ泣かない。いい人なんです。いやもうね話せなくなる。うわ今日も豊さん関係を待ってるパって見たらウミガメの産卵みたいな顔して泣いてはんない。いやそれがさそれがな3人で役がおんねん。MC 解説者2人で、うん、この3人が爆笑なんだもう事故だよ放送事故豊さんの顔見た時にウミガメにしか見えなかったんですよ感動するシーンがもうそれ見てウミガメやと思った岩本はもう完全に崩壊ですだからこれ解説しなきゃいかんかったんだけどもう喋れないまだやるとか言いながらさアナウンサーが怒るわけよ隣で笑いすぎですよって怒るけどそれがまた怒るから怒りすぎですよってね、ちゃんとやってくださいとか言って進めるんだけどしまいにはこいつも笑ってそうです何にも伝わらへんかったりもう画面にしか見えなくなったもう大丈夫かなってパッて見たらもうあと20個ぐらい生まなあかんみたいな顔しててすごかったよもうマジでいやあれなんでつぼったんかなあれ僕解説していてほんであのちょっとおかしなトリックプレーに見えるようなおかしなことがあったんです。この選手は何を考えてたんですかねって僕もう想定内でわざと言ったんですよ、まあ、笑いで飛ばそうと思ってその守備をで言ったら急に豊さんがそれ僕が普通にツボったと思っておかしくなったんですよね多分隣でいやそれでその後もここで何かが起こってたんですよってもう解説してないからほんで豊さんも生本番中よ生放送中にポンって俺をやっておいってやった時にパッて見たら完全に離れたMC の先輩解説者の方ももう部屋の端っこで放送事故だあれ誰なんだっけ金村さんですよ金村芳明さん金村芳明さんが その僕らの2人を見てまたつぼってもうあのスタジオの角に顔こうやって放送事故だまあ生放送やからな取り返しがつかないほんでもうそれどうやっても一回僕はもう VTR 止めるかとでまた一からやるかと思ったらもうそれずーっとその時に限って雨で中止とかあって一試合だけだとたっぷり解説全編で笑うほんで VTR 全編ウミガメ最後の一個までちゃんと海落とした海落としたで海へ帰ってるこれもスタッフの勘弁がとりあえず謝ってくださいでみんな勘弁揃えてもうじゃあそんな事件もあったんだそれでガンジャン笑いで入ってるんだ YouTube にガンジャン笑いでねで岩本さんのツボで入ってるねこれ田村よくさんとかねでも笑いましたよねもうあの時さんもうすでに笑ったここでバンバン来るんだからでもこういうの触れられたらアウトや追い込みましたそういうの思ってますがここまではいいんです最後に喋り出すとあかんすいません先に行ってしまいましたがもう豊さんこの時号泣やろウミガメ何せ防御率1点台の技ですからファンのダブルプレーに切って取りますこれ何がおかしかったの？いやもうこうなった時には声出そうと思ったら全部おもろかった。素晴らしいバットスもありました。もうアナウンサーも来てるもんな。じわじわ怒られましたね。さあジャラジャラです。4回この回先生。自分も笑ってるもんこれ辛かった二人してちょっとつぼりにハマってしまいましたすいませんでした、はい、ここにいいですかそう、豊さんここ心袖豊さん絶対は本当にすいませんでした本当に空回りしてしまいました申し訳ございません三段フィニッシュの顔してたもう海終わったんだもう海帰るその後にガンちゃんと俺と片岡っていうのがいて俺が MC でその時もやばかったまたね YouTube で探してくんの
宇田さん、これみたいなやつ潰りますよ、ね、これ柔道の選手権の有名な有名な柔道の日本代表を発表する記者会見の時に、うん、もう柔道の選手が並んでんだよ、協会委員長が発表するの、うん、ピリピリやみんな、うん、放送抜きでこれ寝る前に見たら3日寝られへんの困る困る、いや、いや、あの減量にいいよな、減量にいいの、腹筋は鍛えられるから痩せる、これ皆さん見たことないですか松本薫63キロキログラム級家の押し70キロキログラム級立本遥か78キロキログラム級まだここだな78キロキログラム級上級杉本美香もう最後呆れて笑うから男子 60kg 級の発表をお願いします。アナウンサーは危ないな、ちょっと60kg 級平岡なんで言うから66kg 級海老沼正志73kg 級中谷力81kg 級中井貴博90kg 級西山雅史100kg 級真井貴政100kg 級長級何の長級か上川大輝すごいよこれを本番前に見ちゃったんですよね前に見たんだよそれがみんなの腹になんかマグマのように詰まっててちょっと刺したら大爆笑になるなと思ってたへそからマグマが出てきた案の定だよもう もうそれをねすんねん豊さんはいやそれで何でもないのに上級アウトでしょいやそれとか人がやっぱりちょっと噛むとこれが頭にパーン出てくるじゃんもうそっから詰まるだからセカンドとショウさんこれあの上級ねまあまあそういうことで、はい、大丈夫です。今日一番寝る前ショック。ほらちょっと海やめやってない。ほら波なめ。